沖縄県総合運動公園、沖縄県総合運動公園陸上競技場、沖縄県総合運動公園陸上競技場は、沖縄県沖縄市の沖縄県総合運動公園内にある陸上競技場、球技場としても使用される。施設は沖縄県が所有し、株式会社トラステックと三つの株式会社の共同企業体が指定管理者として、運営管理を行っている。施設命名権により、2018年6月26日から、タピック県総比やゴンスタジアムの呼称を用いている。1987年に開かれた第42回国民体育大会の開催に合わせて建設され、メイン会場として使用された。その後も沖縄県の陸上競技会やサッカー、ラグビーの試合に利用されている。沖縄県では日本プロサッカーリーグ加盟に必要な規模の競技場が整備されていなかったこと、施設も建設から四半世紀が経過し、老朽化も著しいことを受けて FC 琉球のJリーグ昇格を念頭に置いた改修を2014年6月より開始、総事業費35億円をかけて2015年2月に完成した。メインスタンドを全席5席へ変更し、バックスタンドと北側スタンドの芝生席を1席に変更。総席数は11,126席となった。また、南側スタンドに大型映像装置を設置、LED 照明の照明灯4基も設置した。沖縄県が2018年4月26日から1ヶ月間にわたり、ネーミングライツパートナーを募集したところ、沖縄市に主たる事務所を置き、沖縄リハビリテーション病院などを経営する医療法人タピックが命名権を取得。2018年6月26日から1年9ヶ月間の契約でタピック県総比やゴンスタジアムの呼称を使用している。比やゴンはスタジアムの住所に由来する。ありがとうございます。